みなさんこんにちは、あやはやトドルのあやです。はやです。今日はあやさんたち週末にお出かけなんだよね、うん、どこ行くんですか？東京。はい、東京に行きます。はい、今回やりたいことがあります、うん、ママからあなたたちにじゃん、はい、ちょうだい手下げて、はい、お小遣いを1000円ずつ渡します。このお小遣いでお土産を買ってきてください。はい、はいはいはい。何ですか？貯めておくなり。ダメです。はいはい、はい、余った分は回収します。ダメだよ。あの端数が10円とかであれば回収しませんが、100円とかその単位で余ってる場合は根こそぎ回収します。使い切って帰ってきてください。はい、足らない分は自分のお小遣いね。はい、はい、2つお土産買うのもあり？ありです。500円そっちで使った後もう一人500円ですか？はい、ありです。どんな使い方でもいいんですけど、ただ言えるのがお土産なので家に持って帰っていくので、その場で食べるものとかは買わないでください。ここら辺で買えるおもちゃ系みたいなものもダメです。お土産なので。向こうで買えるおもちゃ系だったり、向こうでしか買えないんだったり、うん、ママの判定が下ります。その時はなんで？いいですか？あ、じゃあやめとこうか。やだ。はい、ということで1人1000円ずつ渡します。2人のお買い物チャレンジスタートします。はい、せーの、レッツゴー。旅行へ行った時にお土産を必ず買う方はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくね。いや、雨が80、そうするのがいいと思う。楽しかったですか？はい、もうちょこっと痛かったな。あー、それはわかるけど、さすがに毎日行くわけにいかないからね、うん、毎日行ってたら楽しみがなくなるし、うん、ということで今回1000円分のお土産を2人に買ってきてもらいました。はい、あの実は1000円分って言ったんですけど、ハヤ、うん、の方はちょっと余らせました。アヤの方は使い切りました。はい、もっと言えば自腹払ってさらに買いました。はい、ということで今回は2人に1000円チャレンジしたお土産を紹介してもらいたいと思います。はい、はやからお願いします。はい、1つ目はこちらです。中身が見えませんなんと小学校の漢字辞典でございます。これカバンにつけられるですね。どんなのかというと、ちょっとチラッとこういう風に留めるものがあるんですけど、中身はこんな感じ。マジな感じだ。ほら、何の面白みもないキーホルダーです。だけど、ハヤにはなんかすごい魅力を感じたらしくて買ってきました。はい、まあ、あの欲しかったんなら仕方がない。いいんじゃないですか。はい、じゃあ2つ目をどうぞ。せーの、じゃーん。茨城限定のとちおとめ味のミルキーです。美味しそう。食べていい？食べたい？うん、でもこの動画中に食べると、尺が長くなるので、分かった。これは6箱入ってるんだよね。6粒入りの6箱。いいね。6粒しか入ってないの？1箱。ちっちゃいケースの中に。うん。で、本当だ。36。36。36粒しか入ってない。そうだね。なかなか貴重な感じのミルキーですね。そう、食べたいけどもういっか。はい、というのがハヤのお土産になります。はい。はい、次あやさんの番になります。はい。あやさんのには共通点があるそうですね。はい。何に？すみっこです。おー、はい、お姉ちゃらしい。はい、お姉ちゃん、外出先に行ってもすみっこを買ってきました。はい。まずこちら。静岡県で買ってきたものです。はい、出してください。これは？白熊の隣に富士山で、その上にタピオカが乗っている絵。実はこれ、富士山限定のすみっこブラシの、これは何だろうな、根付けですね。まあ、キーホルダーの一種になります。おー、限定に弱いあやさんすみっこってことなので、次はまだありますか。はい、栃木限定のいちごをかぶった猫とタピオカです。これも根付けなんですけど、
さっきあやさんが説明したように栃木限定のやつになります。もう一個買ったんだよね、自腹で。はい、そちら開けてみましょう。リンゴと青いリンゴに乗っているエビフライです。こちらは信州限定のやつになりますね。はい、今回はキーホルダーですね。ということで、あやさん、キーホルダー3種類買ってきました。最初旅行行く前に限定のキーホルダーあるって知らなかったんだよね。静岡行った時に、え、何これかわいいって。しかも白熊さんを買ったんだけど、トカゲとかもいたんだよね。うん、だからあえて白熊買いました。お泊まりしたところの近くのサービスエリアで見たら、なんと今度また違う限定がいました。ここであやさん思いました。私はこれからこれを集める。はい、全部いけるかどうかわかんないけど、地域限定のすみっこちゃんのキーホルダーを集めてみたいっていう目標ができました。だけどちょっと悩みあるんだよね。はい、例えば北海道とか沖縄とか青森とかどうしようって。はい、いければいいんですけど、よく考えてみてください。岐阜県がないんです。自分の住んでる都道府県なのにない。はい、あと簡単に行ける周りの県もあるんです、いくつか。まずは近辺を頑張って、あとはパパにここ連れてってほしいなとかお願いして、あとは大きくなってから自分で行けるようになって買って集めて死ぬまでに全部揃えばいいかなっていうふうにこの間話してました。はい、ね、どれがどんな名産とかでっていうのがすごい楽しみだよね。うん、岐阜県だと想像できるよね。サルボボ。サルボボ。あ、サルボボやね。あと、ウカイとかっていう可能性はないでしょう。ウカイって、う、うん、うん、ウカイのう、う。まあでも、いろいろまた旅行行く楽しみが増えましたね。はい、また今後ゆっくり集めていきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。よろしくね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。